石唾です。よろしくどうぞ。オッケーです。はい。これはなんとね、キーレスなんですよ。はい。で、上がると。ラグっすよね、やっぱりね。これあるとね。はい、キーレスエントリーでした。はい。はい、これね、ニーリングでございます。ここにね、ボタンがあって。そうすると、ね、これが下がるわけですよ。まあね、これはね、ご存知の方も多いですよね。乗り降りにね、やっぱり便利な二輪の機能であります。エアサスのエアを抜いて、くるってエアを入れてあげると。ブーンという感じでございます。はい、はい、こちらがね、6M60 のエンジンです。ね、6M60。5リッター 7500cc インタークーラーターボの270馬力ですね。はいはい、こんな感じになっております。ね、こちらね、何かと言いますと、バスのトイレの処理するところの機械類がここに詰まっております。トイレね、これね、仕事乗務ね、終わって油入れて、まあ、車庫について油入れて、あと洗車機くぐっての次に、最後にこれトイレ抜くんですよ。水入れたりねするんですけどね、抜くとね、ここにバーってこうね、お物が出るわけですよ、下にね。まあ各会社さんによっていろいろ違いますけどね、こういうのがね、あるんですよね。まあ知らなくてもいいかもしれないですけどね。まあバスの運転手はね、こういうことのもやっているってことですよ。はい、よろしいでしょうかね。はいはいはい、いかがでしたでしょうか。今回の動画はバスのね、こうやったトイレとかね、まあエアロバス MM にトイレっていうのはほんとね、見たことない人多いんじゃないでしょうか。っていうかもう知らない、そんなのがあるっていうのも知らないっていう人も多いんじゃないでしょうかね。はい、まあトイレ以外にもエンジンとかね、 6M60 のエンジンね、バスの後ろを開けばね、エンジンルームがね広まってますけど、それを見るというもの、まあ僕ならではのものですよね。エンジンを見て、ニーリングをやると。ニーリングもね、本当にこれもね、知らない人多いでしょうからね、バス運転手ならではの、まあ、操作、バスならではの操作ですね。三菱ふそうはね、非常にニーリングの性能が良くて、スラーッと下がってスパッと上に上がるんで、まあまあ下にグラッと下がる、もう車高すげー落ちるのは、まあ他の他メーカー、この年式だとガーラとかイスズのバスがすごい、下に下がるのかな、なんだけども、そうはやっぱりあれですね、本当にこう電磁弁の力が強いので、グッとこう上げ下げよりもね、そういう能力は高いですね。あとはキーレスなんてね、本当になかなかね考えられないものだと思いますけど、すごいでしょ。最近はね、こういうのもあるんですよ。キーレスの装置をこうバスにつけるという、まあ楽ですよね。そういう事業者さんもあるのかな、これ自家用バスですけども、やってるところ多分ありますよね、リモコンでね。なんかどっかで見たことあるような気がしたんで、まあそういうのもありますね。だからこういった既存のバスにも全然つけられると思いますよ。エアロバス MM なら全然ね、既存のバスなので、まあ割ともう古いバス、18、9年前のバスなんで、そういったバスにもこうやって付けられるっていうのは素晴らしいことですよね。まあでもバス好きならではの
ことだと思いますね、やっぱりね。はい、僕のね動画では他の YouTuber がやらないような感じのこういった動画ね、バスの動画はねいっぱい出してる人も多いと思います、うん、まあいろんな、ね、バスっていうジャンルの中にもいろいろあると思うので、そういうのを実践なさってる方多いですけども、まあ、僕の場合はね僕だけができるってい こう運転手ならではの見解でバスを語るという、そういったのにね特化してますので、まあ、一つ一つを見ていくとねエンジン音を出してみたりね、あとこうやってバスをこう紹介してみたり、あと運転とかこれね一個一個取ってみるとねもうそれ専門の人もいるんですよ、うん、もう強い人もいますよね、バス軍曹とか本当に強いですよね。あと悦子のバスタイムさんもね強いですよね、観光バス運転士ならではの見解でお話なさってますよね、まあ、そうやってチャンネル運営なさってますし、あとはね低山バスの方会社さんの方でもやられてる、うん、YouTube チャンネルがあるんですけども、ああいったのもやっぱりそうですよね、あの僕が言うのとはまた違って、うん、まあ普通のそんなバスに興味がないっていうか、まあ興味がない人は見ないと思いますけど、まあ、そこまでマニアックにならず一般受けするっていうか、うん、まあ一般の人が見ても話が分かるというか、そんな感じですよね。僕の場合はちょっとこうあれですよね、うん、話がね分からない部分もありますよね、実際ね。そういったものを出すと、でもこれもね少しずつこう変えていって、一般受けする、あんまりね一般受けをね取りに行くとなんかちょっとね面白くなくなってしまう可能性もあるので、まあまあある程度僕らしさも残しつつね、こう今まで通りこう出していって、少しこうね新しいことにもこうチャレンジしていってやるって感じでねいいのかなって今回は思いましたね。まあ皆様からねコメントをたくさんもらって、まあ一通り通したんですけど、またね返信できてないのでこれからね返信していきます。何分ちょっとねあの仕事普通に、うん、一般本業はねもちろんこのバスの運転手なので、そういったものもあるのでなかなかね時間も取れず、他にもねやることあるので、うん、なかなか返信できなくているんですけど、本当に遅くなって申し訳ないなって皆様には本当にすいませんっていう気持ちです。でもね全て返信は返していきますので、一応ね一通りは全部見たので、あとはこう返信していくっていう形ですかね。はい、本当にね励みになります、こういったねコメント。あとはねプレミアでやってるチャットからもね非常にね僕のチャンネルに参考になるっていうコメントも多いので、そういったものをね取り入れて、うん、あと僕の味を少しずつ出していくってこう融合するような形、そんな形をね取れていけたらなーなんて思います。はい、ちょっとね今回は、うん、こうやって僕の話も織り交ぜてみましたけども、これからもねこういった話、関つばの語りみたいなのも、まあ、メインチャンネルの方でもちょこちょこ入れていきますので、こういったねバス関係、あと車のこともねちょこちょこやっていきますので、こういったものに興味ある方はチャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっています、 Twitter、TikTok、Instagram ね、こういったものを中心にやっていますので、概要欄説明欄の方にリンク貼っておきます。そこからクリックしていっていただけると嬉しいですと。はい、それではね関つばバス運転手でございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。また今後ともよろしくお願いいたします。はーい。